標準的な人にこう合わせてある、うん、それはすごいもったいなくて、なんか割と自己肯定感がすごくしっかりしてこないと他人の個性もあんま肯定しにくくなるじゃないですか、うん、そうするとバラバラの個性をこう一つの力にまとめられるっていうのがリーダーシップなわけ で、うん、でチームってやっぱり同じようなタイプの人間がこう集まっていると全然弱いけど、多様性の 本質ってそこですよ ね、うん、そうですね、本当にいろんな強みを持ってる、その強みをこう生かすってことでチームのこう減りが拡大するっていうイメージなんですけど、うんうん、